さて、大流行したコロナが落ち着いた一方、今年子どもを中心に流行しているのが呼吸器系のマイコプラズマ感染症です。岡山香川の発生状況をまとめました。統計の方法が県ごとに違いますので一概には言えませんが、岡山県では1医療機関あたりの報告数が8月から9月にかけてのご覧の週で過去10年間の同時期と比較して最多に、香川県では8月の下旬に1定点あたりの報告数が 4.0 人と1999年の統計開始以降最多を記録しています。その特徴や現状、さらにはどう対処すればいいのかを医療の現場で聞きました。はい、おはようございます。金曜日ぐらいから、だから10月の4日ぐらいですね。咳が出始めて、まあ、ウイルスのことが多いんですが、今流行しているマイコプラズマという病原体の可能性もあるんです。総社市にある高杉子どもクリニックでは、今朝も熱や咳の症状を訴える子どもが多く受診していました。岡山県小児科医会の高杉院長は、最近マイコプラズマ感染症の患者が急増しているといいます。去年まではほぼなかったんですね、ゼロだったので、多分ここ10年では一番の流行ということになるでしょうかね。マイコプラズマ感染症、14歳以下の子どもに多い呼吸器系の病気で、発熱や喉の痛み、頭痛など風邪に似た症状から始まるのが特徴です。そのうちおよそ 3% から 5% の患者が重症化し肺炎を患います。コロナもあってちょっと流行がずっとなかった時期が長くて、でなりやすい人が今多くなっているので、コロナ対策をしなくなった、そして免疫が少ない人が今多くなっている。そうですね、はい。おとといの夕方に39度ぐらい出て、総社市に住む永瀬さん、5歳の娘に高熱が出たため受診しました。小学2年生の兄は先月マイコプラズマ感染症と診断されています。お兄ちゃんはずっと咳が出て、熱も40度ぐらいが何日も続いてて、重症化し肺炎を患った兄は10日ほどの入院生活を余儀なくされました。黒いところは右肺、こちら左肺で、左の上葉に映ってますね。この白い影がその肺炎。そうですね、はい。同居家族が罹患しているため感染が疑われる状況ではありますが、肺炎になってくるようだったらちょっと特殊なね、あ、はい、治療や飲み薬がいるということで、はい、うん。まあ、なのでマイコプラズマは今検査してお薬飲もうということではないんですけど、今回一旦マイコプラズマの検査は見送りました。検査をして診断をしてもですね、一部しか肺炎にならず、それ以外は自然に風邪の症状で治っちゃうって言ってると思われるので、重症化した患者のみ検査する背景には感染者が急増しているがゆえの理由もあります。流行に伴ってマイコプラズマの検査キットが品薄になっているっていう現状はありますね。急増している感染症、日常生活ではどんなことに気をつければいいのでしょうか。普通に睡眠をしっかりとったりですね、で食事をしっかりバランスよくとったりですね、免疫を保つことで感染してもですね、そういう肺炎とかにならずに過ごせるんじゃないかなと思うので、まあ、生活習慣をしっかりしたらいいかなというふうに思ってます。これやっぱり感染から発症までの期間が長くてですね、感染しても気づかずに外を出歩く人もかなりいて、はい、歩く肺炎とも言われてるんですね。そうなんですね。それだけに厄介ですし、やっぱりでも親御さんはやっぱりね、小さいお子さん気になりますよね。そうですね。潜伏期間が本当に長いんです。こちら、症状をまとめました。症状としては風邪に似た症状、そして潜伏期間が 2、3週間、これ長いことで非常に気づきにくくなっているんですね。そして対処法です。
初期症状を感じたらマスクなどの、まあ、基本的な感染対策、そしてしっかり寝る、バランスのいい食事をとる、免疫力を向上させる、また熱が 2,3 日下がらない、そして咳が強くなるなどの症状があれば早めに医療機関を受診してほしいということです。